エヴァおばさんたちは外から鍵をかけただけだろ。なら内側から開けられるし。そうさ、俺たちが部屋を出た後、窓から飛び出してボイラー室に先回りしたとか。苦しいか。あるいは南條先生も剣士を誤ったとかな。ほら、自分でも言ってたぜ、剣士は誤信率が高いとかって。うまく偽装したとか、身代わり死体を用意したとかで死をごまかしたんだ。方法やトリックはこれから考えるとして、とにかく19人目を否定することはそう難しいことじゃないんだ。ましてや魔女、それだけは断じてありえねえ。バトラがさっきからなんで頑なにみんなの中に犯人がいるようにしたいのかわかんない。つまりバトラは親族の誰かを疑いたいんだよね。そういうわけじゃねえ。ただその安易に19人目を肯定はできねえし、仮にいたとしてもそれは人間だって見地から話を構築すべきであって、それら全部を否定しきった最後の最後で苦し紛れに出てくるのが魔女だろって話をしたいんだ。魔女なんているわけないだろ。なんでさっきからみんなは魔女が犯人ってことでひょいひょい納得したがるんだ。そりゃ身内に殺人犯がいると思いたくねえ家族愛や立派さ。でもそれでごまかしちまっていいのかよ。あれだけ大勢を殺した憎き犯人を見つけ出したいとは思わねえのかよ。兄貴だって両親の仇を見つけたいだろ。ジェシカだってカノン君の仇を、そしてカノン君だってシャノンちゃんの仇を見つけたいだろ。シャノンちゃんだって自分を殺したのが誰なのか知りたいはずだ。なんでこうパーンと全面降伏して魔女が犯人ってことになっちまうんだよ。お前らさっきから何なんだ。呆れてるんだよ。バトラはさっきから支離滅裂なことを繰り返しては何かを分かったような気になってるだけ。だからそれで人間にどうやって、具体的にはそう聞くと決まってバトラは今は思いつかないけどとか、何かの仕掛けでとか、抽象的な言葉で逃げたりお茶を濁したり。むしろ知りたいよバトラ、どうしてベアトリーチェを信じないの。いるのにどうして。いねえからだよ。魔女なんかいねえ。いるわけがねえ。まるっきりダダっ子のわがままだぜ。バトラ様、お気持ちはわかりますが。ベアトリーチェ様はいらっしゃるのです。バトラ君、どうして信じないんだい。これほどまでに状況証拠は揃ってるのに。説明できなきゃ全て魔女なんて、俺はそんな論法は認めねえ。どうして電球が明るくなるのか、仕掛けを知らなきゃ全て魔法ってことになるのか。違うだろ。魔法じゃなきゃ説明がつかないことなど存在しない。魔女だの魔法だのってのは兄貴たちがわからねえ事件に屈服して降参しただけなんだ。そうだろ。やっぱりバトラだけはどうしても信じないね。誰か一人でも信じなかったら奇跡は起きない。だからバトラのその妄昧な思い込みを改めさせなきゃ奇跡が、魔法が完成しないんだよ。なるほどな。ようやく一端が見えてきたぜ。つまりお前らは俺に魔女様は存在するって言わせたいんだろう。全員が認めた嘘は真実になる。そういうこったろ。あいにくだな、ここばかりはあいにくだが、
そいつは全然ダメだぜ。お断りだ。お前らが俺にそう詰め寄るからこそ、だからこそ全然ダメなんだ。ふん、どうして？悪いが、最後の最後でもう一回チェス盤をひっくり返させてもらうぜ。魔女の存在を俺に認めさせたいなら、一番簡単な方法があるはずさ。それは、人間にはできないから魔女なんていう遠回しな方法じゃない。魔女が魔法でやってみせた、それを俺に見せるだけの話なんだ。さらにだ、さっきマリアが言ったことが一番墓穴を掘ってる。誰か一人でも信じなかったら奇跡は起きないってな。真の奇跡は誰が信じようと信じまいと勝手に起こる。たとえ俺一人が信じなかったとしてもだ。だからこそ、俺が信じれば成立する奇跡も魔法も、そして魔女も嘘っぱちだってわけさ。よい、久しぶりに愉快な人間に出会えたものよ。お前、誰だ？招かれた茶会のホストも知らぬか。よいよい。こちらのお方は、千年を生きる黄金の魔女、ベアトリーチェ様にあらせられます。ご機嫌麗しゅう、ベアトリーチェ様。バトラ君の暴言をどうかお許しください。こいつは頑固です。その、まだ自分の置かれた状況が分かってなくて。よいよい、千年も生きると大抵の魔女は生き飽き、そなたのような気骨ある男も時にはよい。ベアトリーチェがお姿を現してくれるのはとても光栄なことだよ、バトラー。こりゃたまげたぜ。そこまでして俺に魔女が、19人目が犯人だと思い込ませてえのかよ。ますますに気に入った。だから全然ダメだぜ。お前はマリアたちが主張する魔女ベアトリーチェの幻影というわけだ。そして全員がその存在を信じることでようやく存在を許される。そういう虚構の存在なんだろう。だから俺にも信じさせたい。俺だけが信じないから存在できない。そうなんだろう。魔に通じぬ凡夫の分際にしては理解力は悪くない。なるほど。どうやらそなたは生まれながらにして魔力に強い抵抗力を持つらしいな。我ら魔女の天敵、どう逆さに振るってみせようとも決して我らを信じ、だから魔法が及ばない。お前のその態度にも納得がいこうというものよ。何を言ってやがるかさっぱりだぜ。わざわざお姿まで現してもらって恐縮だが、俺はお前さんの存在なんてこれっぽっちも信じやしないぜ。確かにこの2日間妙なことは何度か起こった。さっきマリアに言われた通り、俺はそれら全てにトリックの説明がつけられると思っているが、ここに具体的にはまだ挙げられてねえ。だがだからといって屈するわけじゃない。俺は兄貴たちとは違うぜ。説明できないから魔女の仕業だなんて論法には絶対ならねえぜ。ますますに気に入ったぞ。お前は屈服させがいがある。お前のような男にこそ我が名を称えさせてみせたいぞ。お前のような男にこそつま先にキスをさせてみたいものよ。
寝言言いたきゃ好きなだけ言ってろ。俺はお前なんか否定してやるぜ。全ての出来事を人間とトリックで説明してやる。そこには一片たりとも魔女も魔法も入り込む余地はねえ。よい、それでこそ千年の退屈も紛れるというものよ。ならば聞こう。お前は先ほどエヴァたちを殺すのに扉の隙間を利用すればよいと言ったが、人間とトリックでどう殺してみせるのか説明するがいい。いきなり一番辛いところから切り込んできやがったな。ってことはこのトリックが一番の自信作ってことなんだろ。真犯人さんよ。さて、このわずかな隙間からどうして見せるのか、バトラとは。多分あのアイスピックを打ち出せる射出器があるんだ。そいつを使って、その隙間からは見えぬベッドの上のエヴァをどう狙うのか。そしてバスルームにこもり扉を閉めた秀吉をどう狙うのか。今はあれ、何か方法があるはずなんだ。お前に思いつかぬならわらわがやってみせてもよいぞ。ほう、魔女様ならどうやって見せるったんだよ。お手並みを拝見してやろうじゃねえか。バトラ、ベアトリーチェに口の利き方が存在。よいよい、愉快な男よ。それでこそ屈服させる楽しみが増すというもの。そんなに俺につま先にキスをさせていくかよ。俺が降参したらな。だが見てろ、きっと俺がこのトリックを暴いて逆にてめえを俺のケツにキスさせてやるぜ。愉快な男よ、覚えておこうぞその約束。弱き魔女は力を得るために悪魔の尻にキスをする。それを超える屈服の誓いはないからな。そこまで言わせたからこそわらわはお前を屈服させてみたくなる。さあさあ、おいでなさいな子供たち。我と煉獄の案内に滞在を許せし七つの杭を持て。ベルゼブブにアスモデウス、さあさあ罪を許しなさい。罪人の魂を解放なさい。うわっ、というところよ。見てみる。
そんなめちゃくちゃで殺せてたまるかよ。殺せるとも、このように殺せるとも。カノンはさまつな怒りにとらわれ、わらわの宴を乱そうとして、怒りにとらわれやすいのは、お前の滞在を清め、悔いてやり直すがいい。ロンリチェス、ベアトリーチェ様、どうかお許しください。カノン君は十分に反省したと思います。よい、わらわは敬う者に寛大である。ふざけるな。こんな三文芝居で俺がお前の存在を認めると思うなよ。何が千年を生きた魔女だ。てめえのトリックなんざ。千年じゃねえ、せいぜい100年程度のミステリー界が作ったお約束の累積上にあるだけだ。魔法なんかじゃねえ、断じてねえ。事件の全ては人間とトリックで説明がつく。我が千年を人間どもの百年で語るか。よいよい、だからこそわらわはお前を気に入る。愚かなバトラ。よすんだバトラ君、ベアトリーチェ様に逆らいけない。